どうもこんにちは、弁当です。今日はですね、ドッキリを吹きの塔先生が今から来るので、ドッキリを仕掛けていきたいと思います。で、その内容っていうのがですね、あそこにある紐で僕が自殺をしてるっていうドッキリなんですね。で、まあもちろんね、本当に自殺するわけじゃないんですけど、やっぱ結構リアルにね、首で紐つってたらね、首で紐つってるわけないんですけど、紐で首つってたら吹きの塔先生も、まあ、僕のこと大好きなんで悲しむと思うんですよ。で、その吹きの塔先生の僕に対する愛情をね、今日は見ていこうかなと、皆さんにお披露目していこうかなと。どれだけの絆で YouTube やってる。さーて、首でもつるかな。今日さ、駐輪場にゾウ止まっててんやんか。弁当、どうした？大丈夫？怖い。ドッキリでした！てってれー！ということでね、今日はまあ弁当がね、お疲れ。お疲れ。そうそう、さっきのさ、ゾウの鈴木やねんけどさ、駐輪場に止まったらどうさ、駐輪場にゾウが止まっとったん？ハチマキ巻いてて、ハチマキを巻いとったん？ティンバーランドのブーツ履いてて、ティンバーランドのブーツ、足に、前足はボクシングローブはめてる。なんでボクシング、いや、しかも総合格闘技用のこういうやつ、こういうやつやった。こういうやつ。あ、でもゾウが止まっとるって何？駐輪場に止まってて、駐車場じゃなくて駐輪場に止まっててんで。そうなんや。おお、お疲れ。お疲れ。今日は何の動画撮る？今日は、そら、ひみこじゃね？ひみこやな。うん。あ、まさおかしきにしよう。まさおかしきにしよう。うん。まさおかしき。高浜虚子。後鳥羽上皇。五代醐天皇。聖徳太子。ひみこ。ひみこは多分、おらん。多分、いる。暑さに負けんなよ、受験生。夏風邪にもなんなよ、受験生。健康は第一にな。